ホビットの冒険は1937年9月21日に出版された JRR トールキンによる児童文学ファンタジー小説指輪物語の前日短でもある。ホビットと呼ばれる小人が魔法使いやドワーフと共に竜に奪われた財宝を取り戻すべく竜の住む山を目指す冒険短。本作が成功したため出版社はトールキンに 続編の執筆を依頼した。これが後に指輪物語となり、この執筆の過程で、トールキンは指輪物語との整合性を取るために本書に改訂を行った。1951年の第2版では、暗闇で謎々問答で重要な改訂がなされた。その後も、ビルボが足を踏み入れた世界に関するトールキンの考えの変遷を反映して、 1966年の第3版でさらなる改定が加えられた。批評家から広く賞賛を受け、カーネギー賞にノミネートされたほか、ニューヨーカヘラルドトリビューン最優秀児童文学賞を受賞。今日に至るまで人気を保ち、児童文学の古典的作品とみなされている。本作の日本語訳としては、セダテージの訳によるものと、山本史郎によるものがある。 ピーター・ジャクソン監督による実写映画化のプロジェクト、ホビットがあり、3部作のうち、第1部、ホビット思いがけない冒険が2012年11月に、第2部、ホビット流に奪われた王国が2013年12月に、第3部、ホビット決戦の行方が2014年12月に、公開された。ことの始まりは、ある4月も末の日、 ホビット村のビルボを訪ねた魔法使いのガンダルフの企みにより13人のドワーフたちが次々と押しかけてきたビルボタクでのパーティーだった。通りのオーケンシールと率いるこのドワーフたちは邪竜、スマウグに奪われた不ソの地はナレヤマとその財宝を取り返す遠征を計画しておりガンダルフの勧めによりビルボを忍びの者として雇うつもりでやってきた。何も知らないビルボは うおさおをするばかりだったが、ドワーフたちの歌を聴くうち、我知らず冒険を求める、トゥックの血筋の成功がかき立てられる。しかしそれもつかの間、事情を聞くと、パニックを起こして、ドワーフたちの失笑を買う。ドワーフたちに馬鹿にされて奮然としたビルボは、思わず計画に乗ることを宣言してしまう。ガンダルフが、トーリンの父スラインから預かったという、スロールの地図を披露し、 離れ山の秘密の裏口の存在ゆえに、忍びの者、ビルボの存在が必要だと、ドワーフたちを説得する。こうしてビルボとドワーフ、そして、ガンダルフの一行は、旅立つこととなり、途上、ガンダルフはトロルからドワーフたちを救い、一行を避け谷まで連れてくる。サケタ谷では、エルロンドが、スロールの地図の秘密を解明する。霧降山脈を越える際、一行はコブリンに囚われ、 山の地下部角へと追い立てられる。ガンダルフによって救出されるも、ビルボだけは途中で行こうとはぐれてしまう。ゴブリンの地下のトンネルで道に迷ったビルボは、偶然指輪を発見し、ゴクリと遭遇する。ゴクリとビルボのなぞなぞ問答では、ビルボが勝てばゴクリが出口までの道を教えるが、負ければゴクリがビルボを食べるという取り決めだったが、ビルボのポケットの中にあるものは何だ という問いにゴクリは答えられなかった。指輪がなくなったことに気づいて、出口を塞ぎに行くゴクリの後を、姿を消す。指輪の力を偶然借りたビルボが追い、ビルボは無事、ドワーフたちと合流する。この一件で、ドワーフたちのビルボへの評価は非常に高まるものの、ガンダルフからの何をやっていたかという問いに対して、ビルボは嘘をついてまで隠したいことがあった。続いて一行は、 ゴブリンと悪魔犬の追撃を受けるが、ワシの王に助けられ、ビオルンの家では、しばし行こう。一行は、闇の森の黒い森に、ガンダルフ抜きで入っていく。闇の森では、ビルボは、ドワーフたちを、まずは巨大な雲たちから、ついで森のエルフから救い出す。湖の町では、山の下の王が、スマウゴを滅ぼしとみをもたらすという、予言の成就を望む人間たちから歓迎を受ける。 遠征隊は、離れ山の秘密の裏口を発見し、スマウグの巣の偵察に送り出されたビルボは、財宝の中から大きなカップを盗み出し、またスマウグの救所を発見する。激怒したスマウグは、湖の町の人間たちが、侵入者たちの手助けをしたものと推察し、町の破壊に赴く。ビルボがスマウグの救所について報告するのを聞いていたツグミ、つぐみが弓の名手バルドに、 これを伝え、竜は、バルドのいた弓で退治される。スマウグが山を留守にしている間に、ビルボはその財宝の中から、トーリンの一族に伝わる家宝である、アーケン石を発見し、ドワーフには、内緒で、自分のポケットにしまう。森のエルフたちと湖の町の人間たちが山にやって、来て、宝の分配を要求すると、トーリンはこれを拒絶し、北方の同胞を呼び寄せて、 防備を固める。ビルボは盗み出したアーケン石と引き換えに戦いを回避しようとするが、トーリンは憤怒に燃えてビルボを追い出し、さらに態度を硬化させ、戦いは不可避となった。ガンダルフが現れてゴブリンと悪魔犬の接近を知らせると、一転、ドワーフと人間とエルフは共通の敵を相手に力を合わせて戦うこととなる。この五軍による決戦は折り ビオルンとワシたちという援軍を得たドワーフと人間とエルフの連合軍側の勝利に終わる。この戦いで致命傷を負ったトーリンは今はの際にビルボと和解する。ビルボは宝の分け前として小馬一頭で運べる金銀の小箱一つずつ以上は不要だと断ったが、それでもしかし大変裕福なホビットとして我が家に戻った。 1930年代初めのトールキンは、学問の世界では、オックスフォード大学において、アングロサクソン語の、ローリンソンボズワース教授職にあり、ペンブルクコレッジのフェローとして活躍していた。創作に関しては、ゴブリンフィート、及びナーサリーライムの、ヘイディドルディドルを語り直した、猫とフィドル、未完のナーサリーライム、その呆れた秘密明らかにという二つの試作品を、 すでに発表していた。この時期の創作活動としては、毎年クリスマスに彼の子供たち宛てに送ったサンタクロースからの手紙のほか、トールキンが1917年以来手がけてきたエルフごとその神話世界の創造の発見がある。これらの作品はすべて彼の死後出版された。1955年の WHO でに宛ての書簡で、トールキンはホビットの冒険は、 1930年代初めのある、非、学業終了検定試験の採点をしていた時に、始まったと回想している。トールキンは、白紙の回答用紙を見ると、ふと思いついて、そこに、地面の穴の中に、一人のホビットが住んでいましたと書いた。1932年の末までには、物語は完成し、C.S. ルイスを含む、数人の友人とトールキンの学生だった。 エレイン・グリフィズが原稿を読んでいる。1936年、オックスフォードにいる、グリフィズのところに出版社、ジョージアレン・アンドアン・ウィンに勤めている友人のスーザン・ダグナルが訪ねてきたとき、グリフィズは、ダグナルに原稿を貸したか、もしくは、トールキンから借りるといいと言ったとされている。いずれにせよ、ダグナルは感心し、社長のスタンリー・アン・ウィンに見せ、 彼はそれを息子のレーナーに読ませて書評を書かせた。10歳のレーナーが好意的な短い書評を書くと、トールキンの原稿はアレン・アンド・アン・ウィンから出版されることになった。19世紀のアーツ・クラフツ運動の機種、ウィリアム・モリスは、トールキンに大きな影響を与えた人物の一人である。トールキンは、モリスの散文やロマンス詩を模倣し、 作品全体のスタイルとアプローチを踏襲している。スマウグの嵐場で竜を土地を荒廃させる存在として描いている箇所は、モリスの作品から借用されたわかりやすい例として指摘されている。また、トールキンは少年の頃にスコットランドの作家サミウェル・ラザ・フォード・クロケットの歴史小説ブラック・ナグラスに感銘を受け、それに登場する悪役、ジル・ドレオ、 死人占い師のモデルにしたと書き残しており、ホビットの冒険と指輪物語に登場するいくつかのエピソードは、文体や叙述の点でこの作品に共通点があり、作品全体の文体と描写もトールキンに影響を与えたと考えられている。ホビットのゴブリンの描写は、ジョージ・マクドナルドの王女とゴブリンに強く影響を受けている。しかし、 マクドナルドの影響は単に登場人物の造形にとどまらず、彼の作品は自分のキリスト教信仰においてファンタジーが果たす役割を考える上でトールキンにとって大きな助けになった。トールキンの作品はいずれも北欧神話の影響が強く見られる。これは彼の北欧神話に対する生涯かけての情熱と大学でのゲルマン語文献学のキャリアを反映している。 ホビットの冒険も例外ではなく本作にも来たヨーロッパの文学、神話、言語の影響が見られ特に死のエッタと三分のエッタに多大な影響を受けている。例えば13人のドワーフとガンダルフの名前は死のエッタに登場する小人の名前に由来する。しかしコノルド語から名前を借用しているもののドワーフのキャラクターはそれよりも白雪姫や 白雪と紅れなバラなどといったグリム童話から取られている。白雪と紅れなバラはビオルンの造形にも影響を与えた可能性がある。ミスティマウンテンズやバック・エンドといった説明的な名前の付け方はコノルド語のサガの命名法を連想させる。ドワーフに味方するカラスの名前はコノルド語でカラスを意味する語に由来する。ただし、コビットのカラスの性質は このルド語やコエー語での戦死者の死肉を漁る動物というものとは異なっている。しかし、トールキンは単に演出として資料の表面を利用しただけではない。言葉の様式、特にこのと現代語のつながりが物語の重要なテーマの一つになっている。北欧の佐賀とコビットに共通するもう一つの特徴は文章入りの地図である。トールキンが描いたドワーフの地図、口へ。 ブックカバーなどイラストのいくつかは、ルーン文字のアングロサクソン語のバリエーションが使われている。古英語の文学作品、特にベオウルフに見られるテーマは、ビルボが足を踏み入れる世界を形作る上で、大きな位置を占めている。ベオウルフの研究者だったトールキンは、この詩を、コビットを書く上で、最も価値ある資料の一つだとしている。彼は、歴史的価値だけでなく、 ベオウルフの文学的価値を高く評価した最初の学者とされており、トールキンの1934年の講義、ベオウルフ怪物と批評価の講義録は、現在でも古英語の授業で使用されることがある。ベオウルフには、トールキンがホビットで借用した知恵を持つ巨大な竜などいくつかの要素が含まれており、例えば侵入者の匂いを嗅ごうと竜が首を伸ばす、描写は、 若干の変更を加えているものの、ベオウルフからそのまま使われている。また、ビルボが秘密の通路を通って、スマウグに近づく描写は、ベオウルフに見られるものを忠実に再現している。他に、コビットとベオウルフに共通するものとして、ビルボがゴクリアートに、スマウグに、泥棒と呼ばれていることや、後に湖の町を破壊するに至るスマウグの残虐な、 性格などが挙げられる。宝を盗む泥棒や竜の知性と性格など、トールキンはベオウルフのストーリーで十分に描かれていないと彼が感じた部分をより良くなるように書き直している。もう一つの古英語の資料からの影響は名前を持つルーン文字の刻まれた名剣の存在である。そのようなエルフの剣を手に、ビルボはやっとのことで最初の英雄的な行動に出る。 ビルボがその剣にスティングという名前をつけていることは彼がベオウルフからある種の文化的、言語的な風習を受け継ぎ同時に彼が古代の世界に足を踏み入れていることを表しているこのようなベオウルフとのつながりはビルボが竜の洞窟から杯を盗み出し竜を激怒させる場面で最も端的に現れておりこの場面は 伝統的な呪術パターンにのっとって書かれている。ビルゴが竜から盗みを働くというエピソードは物語の状況から自然に生まれたものである。この場面ではこのような書き方以外は考えにくい。ベオウルフの著者も私とほとんど同じ書き方をしただろうと思う。とトールキンは書き記している。魔法使いラダガストの名前はスラブ人の神。 ラデガストから取られていると広く考えられている。ホビットにおけるドワーフの描写はトールキンが好んで読んだユダヤ人とその歴史に関する中世の文書に影響を受けている。大昔に離れ山の故郷を失い、異国で自らの文化を保持しているというドワーフの性質はすべて中世のユダヤ人のイメージに由来し、また彼らの戦争を好む性格は ヘブライ語聖書から来ている。ドワーフの暦は晩秋に一年が始まるユダヤ人の暦を反映している。トールキンは偶意を否定しているが、ビルボをつましい暮らしから引っ張り出すドワーフたちは、ユダヤ人がいなくなって、たちまち困窮してしまった西欧社会の強烈なメタファーであると見られている。ロンドンの出版社、ジョージア・リン・アン・ウィンは、 コビットの冒険を1937年9月21日に出版した。初版印刷部数は1500部で、書評における高評価を受けて同年クリスマスまでには売り切れた。初版には、トールキン自身による白黒の挿絵が多数使われ、表紙デザインもまた、トールキンによる。翌1938年ホートンミフリン社より、アメリカ版が出版された際には、 挿絵のうち4点がカラーとなった。アレンアン・ウィン社も1937年末に出版された第2冊ではカラーの挿絵を入れた。本の人気にもかかわらず、第二次世界大戦戦時下による紙の配給制度が1949年まで続いた影響もあり、この時期本の入手はしばしば困難となった。英語による改訂版は1951年、 1966年、1978年、1995年に出ており、また数多くの出版社により再版されている。さらに、ホビットの冒険は、世界40カ国語以上の言語に翻訳されており、複数の翻訳版のある言語もある。改定1937年12月、ホビットの冒険を出版したスタンリー・アンウィンは、トールキンに、 続編の執筆を依頼した。その返事として、トールキンは、シルマリルの物語の走行を送ったが、ジョージアレン・アンアン・ウィンシャーの編集者は、読者は、もっとホビットに関する物語を求めているだろうとして、シルマリルの物語の出版を断った。それから、トールキンは、新ホビットの執筆に取り掛かり、これが、最終的に、指輪物語になった。その過程で、 元の物語の背景接点が変更されただけでなく、ごくりのキャラクターにも根本的な変更が加えられることになった。ホビットの冒険の初版では、ごくりは自分から魔法の指輪をなぞなぞの商品として贈り物とし、ビルボとごくりは仲良く別れることになっていた。改訂版では、指輪の格子が対魔力という新しいアイデアを反映し、ごくりはビルボに対して、 より攻撃的で、指輪をなくすと大いに取り乱す。ごクくりは別れ際に、呪いの言葉、泥棒、泥棒、泥棒、バギン詰め、憎む、憎む、いつまでも憎む、を浴びせかけ、これが、指輪物語でのごクくりの描写の伏線になっている。トールキンはこの、暗闇での謎々問答の章の改定原稿を、ホビットの冒険から、 指輪物語に物語をつなぐための変更のサンプルとしてスタンリーアンウィンに送ったが何年もの間返事がなかった。トールキンが海底版のゲラズリを受け取った時彼は先に送ったサンプルが本文に組み込まれているを見つけて驚いた。指輪物語では初版の謎々の下りは指輪の魔力の影響を受けたビルボが作り出した嘘とされ海底版の ホビットの冒険に本当の真相が書かれているということになった。この改訂版は第2版として1951年にイギリスとアメリカで出版された。1960年にトールキンはホビットの冒険のトームを指輪物語に合わせるべく新たな改訂作業に取り掛かった。しかし第3章まで行ったところで作業を放棄してしまった。これは 改定中の版は、コビットらしくないという批判を受け取ったからで、その時書き直していた文章はそれまでの陽気な雰囲気やテンポの良さの多くが失われていた。1965年に、アメリカのエースブックス社が、指輪物語の海賊版のペーパーバッグを販売した、後、ホートンミフリン社とバランタイン社は、トール金に、コビットの冒険の新定とアメリカでの著作権の更新を打診した。 この時のテクストが1966年の第3版になった。トールキンはこれをコビットの冒険を指輪物語や未完のシルマリルの物語の当時の神話体系により近づけるための良い機会と捉えた。この版での変更点は少なく、例えば初版や第2版の63ページで今はノームと呼ばれているエルフとなっている箇所が第3版では、 私の血縁の正方の上のエルフとなっている。トールキンは初期の文章ではノームという語を上のエルフの第二の族、すなわちノルドールを指すものとして使っていた。これはギリシア語で知識を意味するグノーシスに由来するノームという語は最も賢いエルフであるノルドールにふさわしいと考えたためである。しかし、 ノームは16世紀のパラケルスの著作の影響で、ニワコビトを指すのが一般的であることから、トールキンはこの語を使うのをやめた。没後に出版されたエディショントールキンの死後、テキストの生成、修正、そして発展に関する注釈を施した2つの特別版が出版された。ダグラス・アンダーソンの注釈版ホビットはこれまでに出版された。 ホビットの冒険のすべてのテキストが注釈やイラストと共に収録されている。ゾウホ改訂版ではエレボールの遠征のテキストが追加された。アンダーソンの中はホビットを執筆する上でトールキンが使用した資料を明らかにしており、トールキンがそれぞれの改訂で施した修正の詳細が記されている。注釈に加えフィンランド5番のトーベアンソンのイラストをはじめとする 各国語版の挿絵が使用されている。また、トールキンが1923年に書いたシアマナ、ゴールド・ゴールドリー・ビワンデンなど、これまでほとんど知られていなかった多くの短いテキストが含まれている。ジョン・ラトリフによって出された二巻本のホビット研究は、ホビットの冒険の諸行や未決抵抗が中月で収録されている。ラトリフの中は、 執筆当時とそれ以降のトールキンの学問上の著作と創作作品のつながりを明らかにしている。さらに、未完のトールキンによる差し絵及び1960年代にトールキンが書きかけて放棄した版が付属されている。ラトリフの解説は、トールキンのテキストは別にまとめられており、トールキンの装甲だけを物語として読むこともできる。トールキンの書簡と出版社の記録によると、 トールキンは本全体の挿絵と想定に関わったことがわかる。トールキンはすべての要素に関して何度もやりとりを行い、こだわり続けた。レーナー・アンウィンは出版回想録の中で次のように言っている1937年だけでも、トールキンはジョージ・アレンアンウィン社宛てに26通もの手紙を書いている。細部の渡り雄弁で、 しばしば辛辣だが非常に低調で腹立たしいほどに的確なものだったが今日ではどんなに有名だろうとあれほどまでに綿密な配慮を受ける作家はいないだろうルーン文字のアルファベットとそれに対応する英語の文字トールキンがホビットの冒険の挿絵やデザインに用いたものトールキンは最初5つの地図を提案したが地図についても検討議論が行われたトールキンは スロールの地図を最初の言及の箇所に付け加え、その裏面には光にかざしてみた時に見えるように月光文字を配したいと願った。結局は費用の問題と、また地図の濃淡が出しがたいということで、スロールの地図と荒れ地の国の地図の二つをクリーム色の紙に赤と黒のインクで印刷して見返しに入れることとなった。もともとはアレンアンウィン社は本には 見返しの地図だけしか挿絵を入れない方針だったが、トールキンが最初に提出したスケッチに出版社のスタッフは魅了され、余分な費用がかかっても、本の値段を上げずにスケッチを含めることにした。これに気を良くして、トールキンはまた一連の挿絵を提供した。出版社はこれもすべて使うことに決め、初版には10の白黒の挿絵と、見返しに2つの地図が入ることとなった。 挿絵で描かれた場面は次の通り、お山、流れの向こうのホビット村、トロル、山の小道、ワシの巣から、ゴブリンの裏門の方角、西に霧降り山脈を望む、ビオルンの広間、闇の森、エルフ王の門、湖の町、表門。一つを除いて、すべての挿絵は、ページ全面を使っており、闇の森の挿絵は、それだけ光沢紙に別づりされた。出版社は、 トールキンの腕前に満足し、本のカバーのデザインも依頼した。この企画でも、繰り返し、繰り返しの検討と書簡のやり取りが行われ、トールキンは、自分の絵の手腕について、常に卑下した態度をとっていた。絵を取り囲む、ルーン文字は、本の題名と、著者や出版社の情報についての英語を翻訳したものである。最初のカバーデザインでは、濃淡の数色が使われていたが、 トールキンは何度もやり直し、その度に使用する色の数は減った。最終的なデザインでは4色が使われている。費用を気にした出版社は太陽の赤の色をやめ、最終的に白地の紙に黒、青、緑のインクのみを使うことにした。出版社の制作スタッフが製本デザインをしたが、トールキンはいくつかの点に異議を唱えた。何度か検討を繰り返した結果、 最終的なデザインは、ほとんど、トールキンのものと言えるものとなった。背表紙には、アングロサクソンルーン文字が見える、が二つと D が一つである。表紙は、表と裏が互いの胸像になっており、トールキンのスタイルに、特徴的な細長いドラゴンが、下の円に沿って型押しされ、上の円に沿っては、切り折り三脈のスケッチが型押しされている。トールキンは、 自分の挿絵が本に使われることになった時、カラーの別釣り図版の提案もした。出版社はこれに関しては折れてくれなかったため、トールキンは6ヶ月ほど後に出版されることになっていたアメリカ版に期待を寄せた。ホートンミフリン社は、トールキンの希望に応え、口絵をカラーに差し替えたほか、新たなカラー図版を加えた、酒にビルボ、眩しい朝日で目覚める、ビルボ、 イカダのエルフの小屋へ到着、スマウグとの会話である。スマウグとの会話に描かれた樽には、トールキンが創作したテングワール文字で書かれたドワーフの呪いが見え、二つのノルーン文字のサインがある。追加された挿絵は、非常に魅力的だったので、ジョージアレンアンウィンシャも、第二スリの際には、ビルボ、眩しい朝日で目覚める以外のカラーハ版を採用した。いろ,いろな版があり、版によって、 挿絵もまちまちである。多くはオリジナルの構想に大まかにであれ、順じたものであるが、特に多くの翻訳版では別のアーティストによって挿絵が描かれている。廉歌版、特にペーパーバックでは地図以外は挿絵なしのものもある。1942年の子供ブッククラブの版には白黒の絵は含まれているが地図がなく、これは例外である。 トールキンによるルーン文字の使用は装飾一装としてのものも物語中の魔法の記号としてのものもニューエイジや秘境的文学においてルーン文字が広まった主な原因として引き合いに出されている。ニューエイジも秘境的文学も1970年代のカウンターカルチャーにおけるトールキン人気に橋を発したものだからである。ホビットの冒険は 児童文学の序述モデルからヒントを得ており、そのことは前知の語り手や子供が感情移入しやすいキャラクターといったものに現れている。本作は時間と語りの結びつきが強調されており、加えて安全と危険が地理的に区分けされている。これらは共に子供向けの作品で鍵となる要素であり、教養小説に典型的な行きて帰りし物語でも同様である。 トールキンは後に読者に直接語りかける語りは好きではないと述べているが、一方でそのような語りは本作の成功に非常によく貢献している。エマー・オサリバンは比較児童文学で文学のメインストリームに受け入れられた数少ない児童書としてヨース・タイン・ゴルデルのソフィーの世界や J.K. ローリングのハリー・ポッターシリーズとともにコビットの冒険を挙げている。 トールキンは本作をおとぎ話になるよう子供に読み聞かせるのに適した口調で書いている。しかし後に彼は本作を特に子供に向けて書いたものでなく自分の神話伝説に対する関心から生まれたものであると発言している。ホビットが発表されて当初の書評の多くは本作をおとぎ話として批評した。しかしジャック・ザイプスは オックスフォード・コンパニオン・トゥ・フェアリー・テイルズで、ビルボはおとぎ話に典型的なキャラクターではないとしている。ホビットの冒険は、トールキンが妖精物語についてで提示した彼の理想的なおとぎ物語の長さよりもかなり長い。この作品には、ビルボの家やビオルンの家に着く場面で、ドワーフたちが同じことが何度も繰り返すことなどの多くのおとぎ話的なモチーフや、 あるいは意に変化するトロルなどといった民話的テーマを見つけることができる。ホビットの冒険は一般にファンタジー小説とされるが、ジェームス・マシュー・バリーのピーター・パンやジョージ・マクドナルドの王女とゴブリンと同様に第一に児童文学に分類される。この二つのジャンルは互いに排他的なものではなく、そのため、 ハイファンタジーの定義のいくつかは、ライマン・フランク・ボームや、ロイド・アリグザンダーの子供向けの作品や、文学の範疇で考えられることが多いジーン・ウルフや、ジョナサン・スウィフトの作品にも当てはまる。ホビットの冒険は、20世紀で最も有名な、子供向けファンタジーとされることがある。しかし、ジェーン・チャンスは本作を、大人の読者が考える子供に受ける作品という、意味でのみ、 子供向けの小説であるとしている。CW サリバンは、ホビットの冒険の出版を、ハイファンタジーの発展の重要なステップとし、1960年代のホビットと指輪物語のペーパーバック化はこのジャンルの市場の形成と現在のファンタジーの地位の確立に不可欠だったとしている。トールキンの各文章は、気取りなく簡潔である。彼は、自分の作り出した。 架空の世界を当然のものとして扱い、それを冷静な筆致で詳細に描き、風変わりなものが新たに登場する際にはさりげない描き方で描いている。このような飾り気のない文体は、リチャード・アダムズのウォーターシップ・ダウンのウサギたちや、ピーター・ビーグルの最後のユニコーンなどの以降のファンタジー作品にも見られるもので、読者に架空の世界のリアリティを確信させるというよりも、 むしろ読者を作品の世界に没入させる効果がある。ホビットの冒険はシンプルな親しみやすい言葉で書かれている一方で登場人物はそれぞれ固有の口調を持っている。語り手は途中でよく余談で話の流れを中断させるが固有の語り口を持ち主要登場人物の口調とは区別されている。物語の基本的な構造は探求で 各章で何かしらの探求の話が語られる。多くの章では、荒地の国に住む生き物が登場し、主人公一行の助けになったり、時には敵になったり危険をもたらしたりする。全体のトーンは明るく、歌やユーモアが散りばめられている。トーンを維持するために、歌が利用されている例は、トーリンとその従者たちが、ゴブリンに誘拐された時の場面で、 ゴブリンたちは地下を更新しながら次のように歌う。このオノマトペを多用した歌により、ゴブリンに連れ去られる危険な場面がユーモアで和らげられている。他の場面では、トロルの鉛やまぬけな言動、ビルボ一行を捉えたエルフたちの酔っ払った様子などによって、トールキンはユーモアと危険のバランスをとっている。異国の地での旅を軽い調子で歌を挿入しながら語るという形式は、 トールキンが強い影響を受けたウィリアム・モリスのアイスランドへの旅に由来するものと考えられる。ホビットの冒険の日本語訳は現在大きく分けて岩波書店版と原書房版がある。署名はホビットの冒険。訳は児童文学者の瀬田定治。差し絵は寺島隆一による。1965年初版。1951年の第二版を底本としており。 トールキンが1966年の第三版で加えた改定は反映されていない。このセトワケは1978年に英文学者で翻訳家の別宮提徳に雑誌、翻訳の世界の連載、月刊翻訳辞表で取り上げられ、第一章における複数の語訳を指摘された。ただし、彼が挙げた12の語訳例のうち、2つは別宮が、 参考に用いた原書の版と、セタワケが、定本にした版の違いによる、訳のズレを語訳と勘違いして指摘しているものである。別宮の語訳批判に対し、セタ本人は反論しなかったが、セタと面識があり、トールキンの電気を翻訳した編集者の菅原、慶州は、児童文学者の斉藤敦夫との雑誌、幻想文学での対談で、セタワケを、 確かに問題となる部分がいろいろあるのは事実、としながらも、別宮の批評を、重箱の隅をつつくような荒探し、品性下劣というか、非常に不愉快なものとして強く批判したものの、瀬田テー本人は、岩波書店に対して、コビットの冒険の誤訳に対する公開の念と、翻訳取り下げの意向を伝えたという。その後、岩波版の、 ホビットの冒険は細かいものを含めて何度も修正が加えられた。大規模な改定は、1983年の愛蔵版10冊と2000年の岩波少年文庫版の審判での改定である。1983年の改定は、欠陥翻訳辞表の後になされたもので、別宮に指摘された箇所を含めて、訳文全体が見直された。 2000年における改定では主に、メクラや、基地外などの差別語が改められ、例えばワグの訳が、基地外いから、悪魔犬に変更された。ただし、これらの修正を経た後も、依然として、原書第3版の変更は反映されておらず、例えば、改定の項で述べた、エルロンドが、ノルドールに言及する場面では、現行の版でも、今は、 ノームと呼ばれている昔のあるエルフ族となっている。ホビットの冒険は様々な想定、半径で出版されている。愛蔵版や岩波少年文庫版の他に本文を横組みにし、カバーや挿絵をトール金時期質のものに差し替えて原書の雰囲気を再現したオリジナル版などがある。署名は、ホビット行きて帰りし物語、第4版、注釈版。役者は、 英文学者の山本志郎。1997年初版。定本は、ダグラス・アンダーソン校中の、注釈版ホビット。注釈版ホビットを定本としているため、初版から第3版までに、トールキンが加えた改定に関する情報や、アンダーソンによる注釈が、巻末に付されており、また、トールキン直筆のものや岩波書店版の寺島、隆一のものを含む、 各国語版の挿絵がふんだんに使用されている。署名に第4版、注釈版とあるが、定本の注釈版ホビットで使われている本文は、第3版にアンダーソンが皇帝を施したものであり、トールキン研究で一般に第4版と呼ばれているのは、トールキンの死後初めての改訂となった1978年にイギリスで出された版である。アンダーソンは、 この第四版は数十のミスが混入しているので当てにならないと注釈版ホビットに記しており、このことに言及した箇所はこの本を定本としている。本書でも訳出されている。この原書傍版初版はナンタルチア、サーラバイバイをはじめとする奇抜な訳語や、トールキンの他の作品と整合性が取れなくなる語訳、ボクチンなどの岩波書店版とイメージの異なる訳語などを理由に、 岩波版のセ田ワに親しんでいた読者には害して不評だった。この訳の定本になった注釈版ホビットはアメリカで2002年に増語改訂版が出版されたが、その中の各国語版の解説のところで、誠高橋という日本人の意見として、原書坊版の日本語訳はエープアートランスレーションであると書かれている。原書坊版は2012年に実写映画の公開に、 合わせて審判が出され、新たに文庫版も上下分冊で出版された。審判では2002年の増法改定版が定本になり、訳文が全面的に見直された。地名は岩波版のものをいくつか採用し、普通名詞が地名として使われている場合は、初版ではボールドで表現されていたが審判では山括弧に変更された。人名は BBC ラジオドラマ版の発音を参考に変更された。注釈版第2版を定本にしたことにより、第2版で追加された大量の中及びエレボールの探求が訳出されている。エレボールの探求は、ホビットの内容を要約したもので、指輪物語情報編の一部として書かれたが、長すぎることを理由に削除されたものである。エレボールの探求は、 おわらざりし物語にも収録されているが、本書に収録されたものとはバージョンが異なっている。また、刊末に役者による年少読者向けの解説、トールキンとホビットについての解説、原書の英語表現に関する解説が追加されている。審判では、初版にあった各国版の挿絵が、トールキン直筆の挿絵を除いてすべて削除され、各版の改訂に関する中が、 第5章、暗闇の謎謎合戦などの際の大きい箇所を除いで、削除された。注釈版序文は本文の後に移動されている。なお、前述の原書帽版の評価の記述は、訳出されていない。ザ・ホビット製作、アーサー・ランキン・ジュニアジュールズ・ベース1977映画、ロード・オブ・ザ・リング三部作を手掛けた、ピーター・ジャクソン監督のもと、 三部作 3D 映画として制作され、第一部、ホビット思いがけない冒険は2012年12月14日に、第二部、ホビット流に奪われた王国は2013年12月13日に、第三部、ホビット決戦の行方は2014年12月11日に、それぞれ全米並びに全国公開された。イギリス人俳優のマーティン・フリーマンが主演として、 ビルボ役を、イアン・マッケランが、ロード・オブ・ザ・リングに引き続いて、ガンダルフ役を、そしてリチャード・アーミティーチが、トーリン・オーケン・シールド役をそれぞれ演じる。ありがとうございます。